いらっしゃいませ。ギターバイヤーの増田です。今回ですね、お客様からお預かりいたしましたギターの調整をしていこうと思います。今回お預かりしたのはこちらですね。何ですか？ギブソンのレスポールスタンダードのプラストップですね。木目がちょっとこう綺麗なタイプです。当時のカタログでは一応限定生産ということでですね、通常のプレーントップというか通常のレスポールに対してこちら木目がより綺麗なものを使ったという一応限定生産のタイプになっております。私ですね、ギターの調整メンテナンス承っております。ご興味ありましたらですね、概要欄の方から詳細ご確認いただければと思います。というわけで早速こちら調整していきます。はい、というわけでですね、早速こちらのレスポールスタンダード調整していきます。今回承っているのはですね、いわゆる全体調整ですね。お客様からですね、ちょっと弾きづらくてネックが反ってるんじゃないかみたいなことを言われているんですけれども、そこら辺もですね、合わせて調整していきます。合わせてですね、全体の簡易的なクリーニング、フレット周りとかですね、塗装面も含めて簡単なクリーニングと弦交換もしていきます。というわけで早速弦を外していきます。はい、弦を十分に緩めることができたので、これで弦を切っていきます。弦切る用のニッパーですね。はい、というわけで弦を外すことができたので、ここからですね、ちょっとクリーニングと指板周りのメンテナンス、あとはネジの縮めですかね、そういうところをちょっとやっていこうと思います。まあ、ちょっと安全のためにパーツを全体的に外していきます。まあ、全体的にというかテールピースですね、テールピースを外していきます。そしたらクロスとかでですね、全体的にこの特に弦が乗ってるところですかね、普段吹きづらいところをホコリを払っていきます。ヘッドトップとかも黒いんでね、結構ホコリとかが目立ちやすいですから、ここら辺は念入りにきれいにしていきます。そしたらですね、各部ネジが緩んでいるところがあったら危ないんで、まあ、そういうところも含めてですね、全部増し締めをしていきます。まあ、主に気になるのはこういうタイプだと、まずヘッドのペグですね。ペグがですね、結構弦張ってると締めたり増し締めしづらいんで、まあ、あと普段ちょっとあまり気にならないというか気にされない方も多いと思うんであれなんですけれども、結構ですね、常に弦を張ってあって細かなこう振動を受け続けている部分ですから、結構緩みやすいです。なんでここを増し締めしていきます。ほとんどの場合緩んでると思っていいと思いますね。こういったですね、ボックスタイプのレンチを使っていきます。やっぱり結構緩んでますね。これ緩んでるとやっぱりその強振をしたりしてですね、ちょっとジリジリジリみたいな音が、場合によってはアンプから出てきちゃう場合もあるんで、確実に締めておくようにします。そして次に緩んでるなちょっと思ったのがここですね。ここのトグルスイッチの部分なんですけど、ここも結構緩みがちです。なんでちょっとまず向きを揃えて、まあ、使う工具は何でもいいんですけれども、まあ、今回はこれ僕が普段から愛用している、まあ、ESP のやつですね。これ ESP さんのやつを使っていきます。これで向きをちょっと調整してから、ちょっとちゃんと押さえて、まあ、縮めをしておきます。この辺も結構緩みやすいですね。でちょっと普通のニッパーとかだと、ニッパーというかペンチとかだとちょっと締めづらいんで、こういうですね、バルタン星人とかって呼びますけど、やつで裏側にマスキングとかして傷つきにくいようにして締めていきます。でこれ何が便利かって、こういうですね、ノブの部分とかも締められるんですよ。まあ、これちょっと隙間少ないんで危ないんですけど、でも慎重にやれば、ここの部分の下も六角ナットが結構緩んだりとかします。なのでここら辺もちゃんと締めておくと、よりですね、いい状態にギターを保ちやすいです。ただレスポールとか隙間が少ないものもあったりとか、隙間が多いものはもちろんやりやすいんですけど、ボディがアーチトップだったりとかでですね、少し気を使いながら丁寧に締めていきます。あとついでにサイドのジャックですね、ここも締めておこうと思います。ここもどうしてもですね、緩みがちですね。ボックスレンジで締めておきます。じゃあ99年製のスタンダードなんですけど、画像でどこまでご覧いただけてるかあれなんですけど、めちゃくちゃ状態がいいんですよね。ピカピカ。そしてプラストップだったなんで、ここにネジ穴がそもそも開いてないですね。ピックガードの止めるネジ穴、最初からこう木目を生かすような、状態になってるっていうのもそのまんまになってるし、金属パーツも結構ピカピカだし、塗装面もピカピカってことで、めちゃくちゃ状態がいいものですね。はい、というわけで増し締めができました。あとはですね、シンプルにこういうピックガードのネジだったりとか、エスカッション部分ですね、エスカッションの部分だったりとか、あとはやっぱり緩みがちなのはストラップピンですよね。ストラップピンの部分を締め込んだりとか確認をしておきます。
はい、というわけで増し締めができました。そしたらですね、ちょっと塗装面をきれいにしていこうかなと思ったんですけど、これはかなりきれいなんで、ちょっとポリッシュとかはすごい薄くだけつけて軽く磨き上げだけにしようと思います。今回使うポリッシュはこちらのポリッシュですね。ケンスミスのポリッシュを使っていきます。ちょっと甘い香りがするやつですね。全体的に軽く撫でて拭いていきます。まあ、今回元が非常に綺麗なんで、本当に軽く撫でていくような印象でやっていきます。これで磨くとさらに塗装面がサラサラにというか、触り心地がサラサラになります。で、基本的にはですね、ポリッシュはクロス側に吹きつけて拭いていくような感じにした方がいいですね。直接ボディに吹きかけない方がいいです。はい、というわけでですね、塗装面まで綺麗にすることができました。汚れがひどいときはもうちょっと強力なコンパウンドがより強く入っているようなものとかで、削り落としていくようなイメージで汚れを落とす場合もあります。今回はちょっとその必要がないんで、ポリッシュだけで仕上げておきます。そうしましたら次ですね、フレットを磨いていきます。じゃあですね、使うのはですね、こういうペーパータオルというか、全然ティッシュみたいなので問題ないんですけど、ペーパータオルと、金属磨きですね。今回このピカール使っていきます。ピカールと、あとは、指板を汚さないように使うためのフレットのガードですね。フレットを磨くときにかぶせて周りを汚さないようにするものですね。その研磨剤が指板についたりするのを防ぐものです。これ使っていきます。はい、今ですね、12フレットのところまで磨いたんですけれども、動画でどこまで伝わるか分かりませんが、結構目視ではですね、11フレット以前はちょっとやっぱ汚れがまだついているのに対して、12フレット以降はピッカピカになっているのが分かると、触ると嬉しいなと思うんですけれども、この調子でですね、1フレットまで順次磨いていきます。はい、というわけでフレットを全部磨くことができたんですけれども、最後にちゃんとしっかりですね、空拭きをしておきます。これも結構大事な工程かなと個人的には考えています。どうしてもですね、金属磨き使った後って全部こう拭いきれなくてですね、ちょっとやっぱり汚れが残っちゃうんですよね。なのでそれをしっかりこんな感じですね、取ってあげるという感じです。じゃないと引いた時とかに指についたりとかして、ちょっとやっぱり気持ち悪いので、ここら辺はしっかり拭いてきれいにしていきます。はい、きれいにすることができましたので、次はですね、指板面にちょっとオイルを塗布していきます。今回使うのは、こちらのドクターダックスのオイルですね。今回はというか毎回これなんですけれども、これ結構個人的には気に入っているので、こちらを使っていきます。これも直接ですね、指板面に落としていくのではなくて、こういうペーパーとかに取って塗り広げていくのがいいかなと思います。つけすぎて垂れたりとかしないようにしていきますね。少しずつ塗っていきます。合わせて汚れ落としみたいな役割もするので、隅々までですね、まんべんなく塗っていけたらいいかなと思います。はい、オイルを塗布することができたらですね、これで少しだけ時間を置いて、染み込ませていきます。はい、というわけでですね、少し時間を置きまして、オイルがですね、結構しっかり浸透してきたかなという感じになってきたので、ここからですね、拭き上げていきます。今回ちょっと乾燥が強かったんで、2回に分けてですね、塗り直しております。結構やっぱり冬場過ぎて、まだちょっと乾燥が続いている時期なので、結構指板乾燥していたりする場合多いと思います。なので定期的にですね、オイル入れてあげるといいかなというふうに思います。というわけで、拭き上げていきます。はい、というわけでいよいよですね、弦を張っていこうと思います。ブリッジをまず元に戻しまして、テールピースに先に今回は弦通していっちゃいます。今回ダダリオの弦使います。1046ですね。はい、こんな感じでですね、先に弦を通すことができましたので、早速弦を張っていきます。はい、というわけで弦を巻くことができました。今回ですね、いわゆるギブソン巻きという巻き方で巻いてます。スタンダードのタイプなので、正直全然この巻き方じゃなくてもいいと思うんですけれども、今回はこのギブソン巻きで巻いております。はい、でですね、今回こちらのレスポール、グローバーチューナーついてるんですけれども、ちょっと、トルク感ですね、そのグローバーチューナーって横側にネジがついていて、そのネジでトルク感を調整できるんですけれども、
ちょっとトルク管にムラがありましたので、ここちょっと調整しておこうと思います。まあ、ムラっていうのは、つまりその緩い部分と硬い部分が結構混在してたってことですね。それ全部揃えていこうかなと思います。調整することができました。普通にこうプラスのドライバーで外側のネジをいじっていただくだけで調整ができます。というわけでですね、弦張れたんでネック周りの調整していこうと思います。なんかネックが反ってるんじゃないかということでですね、結構弦高が高くなってるっていうお話だったので、まずちょっとチューニングして状態を見ていこうと思います。そうですね、結構いい感じに順反りが進んでおります。やっぱり乾燥している期間長かったので、弦の方向、いわゆる順反りですね、しているギター多いと思います。こちらも多分に漏れずですね、そういう感じの印象がございますので、ネック調整していきます。まずはトラスロットの部分をカバーを外しておいて、この中の部分ですね、こちらの六角をいわゆるパイプレンチという工具を使って回していきます。こちらですね。ここが六角になっている部分です。で、順反りですので、どっち回りっていうんですか、自分の方に引いていく感じですかね。これでいうと少しずつ回して状態を確認していきます。今回結構がっつり反ってるんで、そこそこ回しますね。ただトラスロットの効く部分とネックの反り方が必ずしも一致するとも限りませんから、そこら辺はですね、バランスを見て少しずつ回して、一番ベリ付けが少ないところだったりとか、ある程度適正なネックの状態になるようにというか、そこら辺はですね、それぞれの状態を見てちょっとチェックしながら回していきます。こんなもんですね。ちょうどいい感じになりました。これよくですね、そのネックの状態を見るときに、こう下側から覗いたり上側から覗いたりされる方いらっしゃると思うんですけれども、まあ、個人的には基本的にはこういうふうに構えた状態で、弦を押さえてフレットとの隙間を見ていくっていうふうにやっています。まあ、結局演奏する状態を前提に調整した方が、なんていうんですかね、変に重力がかかったりしていない状態というか、普段使う状態の高さ状態で、ネックの状態を見るっていうのがまあ一番正しいというか、いいかなと個人的には考えております。はい、そうしましたらですね、弦高と、ピックアップの高さだったりとかをチェックしていきます。まず現状の弦高がですね、ちょっとネック調整したら若干低くなりましたね。1ミリ、1弦側が1ミリちょっと、6弦側が結構もう 1.5 ないぐらいになってるんで、少し上げていこうと思います。一応ですね、 ABR1 のタイプだったら、まあ、こういうスチュマクの工具ですね、ブリッジジャックとかって言うんですけど、これとか使うとうまくやりやすいんですけれども、今回はナッシュビルのタイプなんで、これ使ってもできるんですけど、あんまりうまくいかないんで、弦いちいち面倒ですけど緩めてちょっとずつやっていこうと思います。はい、というわけで弦高調整いたしました。今回はですね、特別弦高の指定とかはなかったので、ちょっと、個人的にいつもやる調整をしているんですけれども、12フレットですね、1弦側で 1.3 ミリ程度で、6弦側で 1.9 ミリですね。これいつもお勧めさせていただいてるんですけれども、この高さにしております。でですね、これテールピースの高さってありますよね。これとか見ていただくとですね、こっち側が見えやすいかな。これ今現状ちょっと浮いてるの分かりますかね。テールピース浮いた状態になってます。これですね、必ずしも下までついているのが正解とか、上まで上がってるのが正解っていうことはないんですけれども、緩めるとテンションが緩くなるので、まあ、その分音が柔らかくなったりとか、そういうことをするとも言えます。なんですけど、これが今回浮いているのは基本的にこれ元からの調整だったと思うんですけど、これナッシュビルタイプって、このブリッジですね、いわゆる ABR1 ギブソンのヴィンテージスタイルのものに比べると幅があって、ちょっとですね、コマの高さっていうんですかね、このブリッジの土台とコマの高さの、差が少ないので横に当たっちゃうんですよね。ここが下まで閉まってると、まあ、これでもちょっと当たってるんですけれども、そこの当たりを少なくするためにここを少し浮かせているっていうのが最近の製品では多いです。で、これもですね、そういう風になっているんで、あえて浮かせてあるんですけれども、今回はまあそういうことなので、ここは浮かせたままにしておきます。はい、続いてですね、ピックアップの高さ調整していきます。ピックアップの高さなんですけれども、こちらですね、まあ、ピックアップにももちろんよるんですけれども、だいたいですね、最終フレットを押さえていただいて、ポールピースとの隙間、弦との隙間を測ります。
でちょっと現状こちらのギターは少し近い印象があるのでちょっと話していくんですけれども、この時この今回の製品はですね、フロントとリアで使ってるピックアップが違くて、リア側がちょっと出力が高いものになってるんで、そこら辺も鑑みてバランス取っておきます。リア側のが出力が高いピックアップで全く同じに高さにしてしまうと、やっぱりですね、リアがすごく音が大きい印象になってしまうんで、この辺はちょっと調整しておこうかなという感じです。はい、最終的な微調整はですね、出音を見て確認するんですけれども、調整がすることがうまくできましたので、これですとりあえずピックアップは終了で、最後ですね、こちらのブリッジのコマ、調整していって、オクターブ調整していきます。オクターブ調整はこちらナッシュビルのタイプなんで、後ろ側からですね、こちらのネジ回していって調整をしていきます。特にですね、こちらのお客様はイントネーションが気になるとかそういう話はなかったんですけれども、やっぱり使ってる弦だったりとか、ネックの調子とかによって若干変わったりとか、そういうことをすること全然ありますので、弦ごとに合わせていただいた方がいいですね。開放弦の音と実音合わせていっていきます。ほとんどいい感じなんですけど、一部ちょっと調整してきますね。はい、というわけでオクターブ調整まですることができました。これでですね、全体調整完了でございます。細かいご要望とかがございましたら、それは別途お申し付けいただければ、例えば触ってほしくない点とか、どういうところが気になるとか、弦高を低くセッティングしたいとか、そういうのあればですね、合わせてご希望いただけましたら、そのご希望に沿うようにですね、調整をもちろんいたします。今回やった調整内容は、全体的な簡易的なクリーニングと、ネジ類の増し締め、ネックの調整、ネック周りのクリーニング、あとはオイルの塗布ですね、あとはピックアップ、ネックの調整、ピックアップの高さ調整、弦高調整、あとオクターブ調整ですかね、一通りですね、全体調整させていただきました。はい、というわけでですね、今回こちらのレスポールの全体調整させていただきました。99年製のすごい綺麗なレスポールスタンダードですね、大変希少で大事なギターをお預けいただきありがとうございます。調整のご希望ですね、ございましたらですね、概要欄の方から詳細ですね、ご確認いただければと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。